カッコン病事件。カッコン病事件は、1945年8月14日、満州国公安総省のカッコン病、現在の中華人民共和国内モンゴル自治区貧岸、公安メイホルチング翌前期カッコン病鎮において、日本人悲民約千数百人、9割以上が不助死が攻撃され、1000名以上が虐殺された事件。引上げ者の回想録によると、ソ連軍の攻撃で、 避難民1000名以上が虐殺されたと主張される。1945年8月8日、ソ連は日ソ中立条約を破棄して日本に戦線を布告し、さらに8月9日未明に満州国、朝鮮半島、カラフトなどに侵攻を開始した。8月10日と11日の両日、公安、別省、港安外内市親病、現在の内モンゴル自治区、 金岩名のウランホトが爆撃を受け、港湾の都市機能はほぼ破壊された。11日午後4時、港湾外在住の日本人、約千数百人が、近郊の裏旗に集結、港湾総称3時間、朝の良造の指揮のもと、行動隊が組織された。行動隊の当初の目的地は1 0 0トル離れた、じゃらい時だったが、 12日からの降雨や港安軍による馬車の略奪などにより計画を変更。港安外の南東約4 0キロメートルに位置する各根病を経由し、列車、白和線で白木湖、現在の吉林省の白木へ、避難、同地で関東軍の保護を受けつつ、列車でさらに南下するという計画を立て、徒歩で移動を開始した。8月14日午前11時40分頃、 行動隊がカッコン病丘陵付近まで到達したところでソ連軍中型戦車14両とトラック20台に登場した不評部隊に遭遇したため朝の3時間は白旗を掲げたが機関銃で射殺されたソ連軍は丘の上から行動隊に対し攻撃を開始し戦車が機関銃で攻撃を加えながら避難民を引き殺していった戦車の後方からは 引き殺された人々がキャタピラに巻き込まれ、宙に舞い出したという。ソ連軍戦車は攻撃をある程度続けると丘に引き返し何度も避難民めがけて突入しながら攻撃を繰り返た。戦車による襲撃が止むとトラックから降りたソ連兵が生存者を見つけ次第次々と射殺し、銃剣で止めを刺していった。2時間余りの間に非武装の女性。 子供を死体とした千人以上が殺害され、生存者は数百名に過ぎないとされている。殺害を免れた者も戦車に引かれたり、被弾して負傷した者や家族が殺害された者がほとんどであり、大勢が自決した。犠牲者のうちの200名近くの児童は、公安外在満国民学校の児童であった。故衛、反撃に回る、はずの肝心の関東軍部隊はすでに南天済みであった。 生存者に対する襲撃も必要を極めた。生存者は中国人暴民によって身につけている下着に至るまで身ぐるみすべてを剥がされるなどした。また、暴民から逃れようとして川で溺死した者もいた。ある女性はソ連兵に子供を殺され、続いて襲ってきた暴民に衣服をすべて剥ぎ取られた。上に鎌で乳房を切り落とされている。暴民たちは、 生き残った母子を見つけると母親を棒で殴りつけ、子供を奪っていった。親を殺された子供たちは、生き残った大人のもとに集まっていたが、暴民たちはその子供たちをも、同様に奪っていった。当時は、日本人の男児は300円、女児は500円で、売買されるのが、一般的であった。8月15日の終戦後も、避難民に対する襲撃は続いた。 事件後に10人余りの婦女子の一団に加わった12歳の少女の証言によると少女が加わった女性たちの一団は暴民に襲われて衣服を奪い取られ暴行を受けるなどしながら1週間余りをかけてカッコ根病駅から10キロのところにある鎮西駅にたどり着いた女性たちは駅から少し離れたところにある畑の空き家に身を寄せることにしたが夜になると ソ連兵に発見され、深夜まで暴行が行われた。暴行が終わると、ソ連軍兵士たちは屋外に積まれてあった枯れ草を、家の中に投げ入れては火をつけ、女性たちを焼き殺そうとした。少女と妹は窓のそばにいたために難を逃れることができたが、他の女性たちは、火の周りが早く脱出できなかったようであると、証言している。助かった少女は、その後、 残留孤児として生きることを余儀なくされた。一方、中国人、モンゴル人、朝鮮人の中には生存者に食事を提供する者もおり、中国人の中には子供を手厚く育てる者もいた。行動体の生き残った親を殺された子供たちは、様々な経緯から中国残留孤児となっていた。約30人が残留孤児となった。また、 多くの女性が中国残留婦人となることを余儀なくされた。国民学校は校長夫婦以下児童270人うち200人が殺害された。藤原朔也はこの事件は暴民ではなく一国の軍隊の攻撃によって無差別的に大量虐殺されたジェノサイドであり、その点では終戦時に満州の日本人難民が遭遇した悲劇の中でも 最大のものであと主張している。VP 字母人、歴史学博士記事によれば、ソ連軍の避難民虐殺は、神話である。E.S. セニャブスカや歴史学博士は、この事件は、歴史の絶像であり、ソ連軍兵士に対する抽象だと述べている。海戦から、ソ連軍最高層司令部は、民間人に対して、人道的な取り扱いがなされるよう命令していたが、 関東軍兵士が女性と子供を強制的に自決させたという。ソ連対日産戦で部隊の指揮を取ったベロボロドフ大将の回顧録はソ連軍は関東軍部隊から避難民を守らなければならなかったとしている。避難民女性たちは日本軍のプロパガンダのせいで恐怖しソ連兵士に強姦されると思ったため自決したとされる。 ソ連軍の戦闘記録によると、8月14日に、ソ連第61戦車師団、第39軍第5狙撃軍団所属。指揮官は II アイアイリュウエドニコブ大将の先発隊は、カッコン病北西の地域で停止したが、その場所の周辺で、戦闘行為は行われておらず、射撃もなされなかった。15日にこの部隊は、白木湖へ攻撃を続け、白木湖駅を占領した。 何人かの研究者は満州からの引き上げ者の体験記録に捏造があると主張する。しばしば引き上げ者の被害者化のために著者たちは存在しなかった強姦と虐殺に言及するとの指摘もなされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。